ヨシババさん、ゆりも好きです、ありがとうございます。カズサさん、おはようございます。カズサさん、初見じゃないです。7時1分、初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。ゆうくんさん、ゆうくんさんしか勝たんです。ひろやさん、おやすみだって。ずるい、ゆりも寝たいです、これから。うらやましい、おやすみなの。わたさん、おはようございます。わたさん、初見じゃないです。7時1分、初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。みんな初見詐欺ばっかりだ。ゆうくんさんもだ、初見です、好きだって。7時1分、ゆうくんさん、初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。わたさん、ゆりピース。よしひこさん、ゆりも好きです。ウルトラ隊員さん、ゆりも好きです。たくひとさん、初見です、初見じゃないです。7時1分、初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕逮捕逮捕。かみかみさん、ゆりピースキピース、イエーイ。久しぶりのおとわりで初見です、だって。まさみくんさん、7時2分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕逮捕逮捕。そう、7時からね、ちょうどリエちゃんとあのレミリンもね、始めてます。ハムカバーさん、おはようございます、来てくださりありがとうございます。リンナリンゴさん、おはようございます、来てくださりありがとうございます。今日も一日一緒に頑張りましょう。私も今日もレッスンです。何十時間にわたるレッスンでとっても眠いです。ガクさん、初見だって。ガクさん、初見じゃないです。7時2分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。ひろゆきくんさんもだ、初見です、だって。ひろゆきくんさん、7時3分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。今日も世界一かわいい、嬉しい、ありがとうございます。やった、世界一だ。キャスさん、ゆりピース、イエーイ。ゆりピース、私もこれから仕事ですよ、頑張ろう。あー、お仕事日曜日なのに大変だ。一緒に頑張りましょう。赤人さん、おはようございます。キャスさん、少々初見です、だって。ねえ、ダスさん、7時3分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。カマさん、おはようございます、来てくださりありがとうございます。ツインかわいい、ありがとうございます。レッスンなのでツインにしました。ジェントルメンさん、花束3つ、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。先にちょっとテロップ書いてなかったので書きますね。10月1日にディフで愛するデビュー、ゲイ。ひろゆきくんさん、ゆりも好きです。アイスレモンさん、はじめましてじゃないです。アイスレモンさん、7時4分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。ナックさん、ゆりも好きです。配信開始1分で何に逮捕されるのか、本当ですよ。もう何人逮捕したんですか、私は一体。逮捕しまくりました。ツインって可愛いので逮捕します、だって。ワッタさん、逮捕返しです。逮捕返し。ナオスさん、おはようの初見です、だって。ナオスさん、7時4分初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。ハトちゃんさん、ゆりも好きです。朝配信になり出席率の探り気味のお宅です。おはようございます。たまごさん、おはようございます、来てくださりありがとうございます。そう、明日は、明日またね、何時にやろうかちょっと今日の夜お伝えするんですけど、ちょっと朝ちょっともうちょっときついかもしれないので、ちょっと夜中やろうかなって思ってます、明日は。でも私ね、多分ね、一番遠いんですよ、お家が。多分ね、レッスン場所から多分私が一番遠くて、そう、帰ってくるのがね、もう11時半、12時とかなので、そう、だからちょっと本当に何時にできるかわからないんですけど、そう、だから本当に
配信開始の2時間前とかにちょっとお伝えする形になってしまうかもしれないんですけど、多分明日は夜中11時半から12時とか夜中にもしかしたらやるかもしれないです。すいません。でも帰るのが遅すぎて朝ってことになるかもしれないんですけど、ちょっとまだちょっとわからないので、あの明日の配信時間は明日言いますね。すいません。あ、今日はもう夜ないです。今日はこれだけです。拍お願いします。ゆうやさん、ゆりぴー好きぴー、ありがとうございます。ゆりも好きです。今日もレッスン頑張ってありがとうございます。たいほです。たいほー。子犬師匠さん、おはようございます。50音だけありがとうございます。嬉しい。おけすさん、嬉しい初見さんだ。おはようございます。コメントありがとうございます。おけすさんかな。おけすさん、よいしょ。おけすさん、よいしょ。おけすさん、はじめまして、おはようございます。高沢ゆりやです。ゆりぴっと呼んでください。19歳大学1年生です。10月1日にティフのステージでアイドルデビューさせていただきます。今ならまだ子さんです。よかったら押してください。よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。よいしょ。眠すぎる。子犬師匠さん、子犬師匠さんしか勝たんです。はねこんさん、ゆりも好きです。今日もちんてる可愛いメガネムさんなのも可愛い。可愛くないです。ついてきますよ。頑張ってます。ミッチーさん、ゆりも好きです。初見詐欺罪で現行犯逮捕です。逮捕。夜中って大体何時頃？ちょっと本当に私もわからないので、何時に終わるかがね、そうわからないので、11時半から12時とか12時から12時半とか、多分ねそれぐらいになると思います。と、コウジさん、ゆりも好きです。マー君さん、おはようございます。来てくださりありがとうございます。無事に逮捕されたので今日はいい日で。ナオスさん、ちょっと、おはようございます。ホーリーさん、ゆりも好きです。デビューに向けてレッスンもラストスパートなんだね。というよりはね、始まったばっかなんですよね、レッスンが。これからね、あのもう なんて言うんですかね、めちゃくちゃ固めていくというか、短期集中型みたいですね、このグルシラ。私魔法かけられた記憶ないって。魔法はね、初見さんにかけております。さすが超売れっ子ゆりぴ、忙しいね。売れっ子じゃないです、全然売れっ子じゃないですよ。頑張って早起きできたけど、この BGM は試練だって。確かに。ちょっとなんか眠気が覚めるフリー BGM とかなんかないんですかね。私もちょっと多分ね、寝そうです、この BGM だと。眠気が覚める音楽ちょっと変えます。音楽なんか EDM とかの方がいいのかな。ちょっとね、あ、本当にちょっと眠いので、ちょっと曲を探します。フリー、天国と地獄なら目が覚めるでしょうねって。これなんかさ、どれがいいのかわかんないんですよね。これとかいいのかな。これ眠気覚めるか、これ覚めるのかしら。なんかこれも眠い、これも眠いぞ。何がいいんだろう、どれがフリー BGM かちょっとねわからないので、ちょっとダメかもしれない。 EDM とかかけられるかしら。これちょっと広告なんですけど、もう EDM じゃないともうダメです。私は眠すぎる。フリーとか書いてあるのかな、これ。結局何をかけても眠い、ゆりぴ眠いです。
眠いです、とっても。これなんかダメだなんか違う、何がいいんだろう、何がいいかな。眠気が覚めるクラシックって調べればいいのか。クラシックだったら、そう、著作権じゃないから、ちょっとクラシック探します。天国と地獄はちょっと疲れちゃうんですよね、私が。あ、なんかいい感じになったかもしれない。激しい速いクラシック音楽これでいきます。ちょっとわかんないんですけど、これ、あ、いい感じな気がする。これ良くないですか。眠気覚めませんか。眠気が覚める気がします、これで。いや、覚めない、覚めない。覚めますか皆さん。ちょっと、そうだ、コメント渋滞しちゃった、ごめんなさい。これはエチュード作品14何の曲なの。ショパンらしいです、これ。ショパン、すごい、カズサさん、すごい、ショパンです。でもちょっとダメです、私ちょっとこれはちょっと疲れちゃうので、あの、やっぱりやっぱりいつものやつにします。ちょっとこれの方が意外といいかもしれないということで失礼しました。コメント読みますね。ゆりぴ好きすぎて夜もぐっすり眠れました。嬉しいじゃない、羨ましいです。もうゆりもね、寝たいので羨ましいですゆりぴの声を聞いてたら眠くなって仕事すっぽかしそう。それはダメですよ、ちょっとお仕事は行ってください、ちゃんと、じゃないと逮捕しますあれ、中学生がそんな時間の配信は歩道ですよって、ちょっとバカにしすぎじゃないですか。私はもう大学1年生です。中学生はもうとっくに卒業してますので、中学生じゃなくて大学1年生です。大学1年生。ゆうくんさん、ツイッターフォローしました、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。2回も言っちゃった、嬉しすぎて。レッスン場の近くに泊まるという手段は考えてないちょっとそれは、あの、ちょっと金銭的にもね、そう、1週間ぐらい泊まることになるんで、そう、お家ですね、お家。無理はしなくていいよ、今は大丈夫第一だから。ありがとうございます、ニーナリンゴさん、お優しい、ありがとうございます。カズサさんも、だ、何時でも大丈夫だから、ゆりみのペースでね、ありがとうございます、優しい。そう、今ね、あとね、なんか配信継続チケットが1枚しかね、残ってないからね。でもせっかく、そう、こうやって継続してるから配信はね、したいんですよね。だからちょっと何時に配信するかちょっとギリギリになっちゃうんですけど、あの、ちょっとそこは許してください、お願いします。あ、ひろのさんだ、おはようございます。嬉しい、朝から来てくださってありがとうございます。今日も楽しみます。本当にね、メンバーといるとね、あの、もう疲れがね、吹っ飛んじゃいますね、本当に楽しいので。レッスン直前すぎる、そう、直前です。その、あの、地方からね、来てる子とかもいるから、そう、あの、毎週、なんて言うんですかね、そんな早い時期からレッスンができないので、そう、大変じゃないですか、コロナもあるので。毎回ね、飛行機とかで来てたら大変なので、そう、こうね、直前にドーンってある感じです。ラストアイドルさんのレッスンも短期集中型。あ、やっぱりそうですよね、大体ね、どこのアイドルさんもね、短期集中型みたいですね。階段と一体化した？まだしてないです。ありがたいことにエレベーターがあるのでね、そう、階段降りてないんですよね。そう、だから助かってます。スケスケさん、ゆりも好きです。3秒で寝れる BGM。寝ないでください。起きてください。天国と地獄だと目が覚めるでしょうよ。ちょっとあれはね、もうね、疲れちゃうんです、私が朝だと。口が回らないです、あれは。あおちゃんさん、ゆりピース、イエーイ。20時間ぐらい寝ました。ちょっと睡眠時間は考えたくないですね。20時間寝たことにしてきます。脳を騙します、いっぱい寝たって風に脳を騙しておきます
ハードすぎて海南通り越してレッスン場の床と同化するユリピになりそうな。本当に同化しそうです床と。ちょっと今日は本当にね、あのね、始まるまでレッスン場で寝ようかなとかちょっと思ってるんですけど、よくない。でも多分着いたらね、多分眠気は飛ぶと思いますね。みんなと会えるので眠気は飛ぶと思います。電車で寝ます。結果何をかけても眠いユリピ。そうなんですよね、本当にね、あのね、眠いんですよ。もともと朝ねダメな人なので、私ね、そう、一限とかね、いつも私ね寝てたんですよ学校。そうだからね、こんな早くからね配信なんてね、あの、私絶対無理って思ってたんですけど、でも皆さんとねお話ししたいのでね、そう頑張って起きれてます。なんとか起きれてます。うささんよりも好きです。がんちゃん、おはようございます。50カウントありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。眠気の取れる魔法ってありますか？ちょっとそれは私もかけてほしいです、その魔法。ちょっと習得してきますね、習得します。目覚ましアラーム鳴らし続けよう。いや私本当にね気づけなくて、今日もね起きる30分前から鳴らしてたんですけど、結局本来より起きたかった時間より15分後に起きるっていうね、本当に気づきませんでした目覚まし。合宿の時も気づかなかったみたいで、なんか3回ぐらい流れてたみたいです。合計15分ぐらい流してたみたいですね。私は本当にね朝ダメなんです。恋様さん、おはようございます。来てくださりありがとうございます。ショパン、食パン、ちょっと儲けないでください。こちらはユリピの可愛さで、すでに眠気覚めてますが、嬉しい、ありがとうございます。ももかつさん、ユリピース、イエーイ。おばけさん、嬉しい、今日も来てくださってありがとうございます。聞き慣れてる安心感、結局またね曲、そう私ね結局これが好きなので、これに、レッスン場横のマンション借りればいい。借りたいです、本当に借りたい、借りたすぎる。そう地方組の子がね羨ましいです、近いとこ。なんかねこうやってね、私が何時にやろうともね、こうやって絶対見てくださる方がすごいなって思います。ありがとうございます。配信継続するチケットとは？配信したことになるみたいなね、チケットです。なんかそのメンテナンスとかがあると、そのねチケットをねもらえます。リオちゃんは広島からか。そうですね、広島、多分広島、なんて読むんだろう、なんて読むんだ。司会カエルガエルさん、絶対違う気がする。なんて読むんですかね、カエルちゃんのアバターさんの初見さん、漢字もちょっと難しい型ということで、毎日朝から晩までレッスンしてます。と今ならね子さんですので、よかったら押してください、よろしくお願いします。獅子おどしケロケロさんが、ユリアのことを好きになりますように、あれウインクしたのに、好きになりますように、なんでウインク。13位マサさん、ありがとうございます。12位カマさん、ありがとうございます。11位ヨシーパパさん、ありがとうございます。10位ノブさん、ありがとうございます。9位ももかつさん、ありがとうございます。8位ゆうやさん、ありがとうございます。7位さとちゃんさん、ありがとうございます。6位よしこっこくんさん、ありがとうございます。5位かずささん、ありがとうございます。4位かみかみさん、ありがとうございます。3位ジェントルメンさん、ありがとうございます。2位まさみくんさん、ありがとうございます。そして1位ゆう。29分までは順番に読んでって、残りの1分はちょっと目視とランダム読みにさせていただきますね。読みます。マー君さん、ユリピの笑顔に癒される、嬉しい、ありがとうございます。やった。
りょうちゃんさんおはようございます。来てくださりありがとうございます。りょうちゃんね、もうすごいお世話になりすぎました。もうりょうちゃんが中心となってこうねダンスとかやってもらってるんですけど、ね、日本語が分かんない、やってるんですけど、そう最年少と思えないほどすごいねしっかりしてて、私なんか振り間違ってることに気づかなくて、でもリオちゃんが気づいてくれて、そうこうやってやるんだよって優しくね教えてくれて、もうねリオちゃん大好き大好き。歌もね上手だしね、そうもうねすごいよリオちゃん本当に。あれで最年少だからね、本当にねもうねすごいっていう言葉しか出てこないです。本当にリオちゃんすごすぎる、本当にすごいのよ。パパさん初見です。あれ初見さん、初見さん、パパさん初見さんかしら、初見さんな気がする。よいしょ、パパさんかわいいアバター、覚えやすいです。よいしょ、パパさんはじめまして、おはようございます。高澤ゆりやです。ゆりぴって呼んでください。19歳大学1年生です。10月1日に TIFF のステージでアイドルデビューさせていただきます。今ならまだ子さんです。よかったら押してください、お願いします。パパさんがゆりやのことを好きになりますように、あれ好きになりますように。なんかちょっと寝てるみたいですね、ステッキちゃんも。もう一回いきます。好きになりますように。え、なんで、ちょっともう串でかけます。じゃあちょっと似てるのでちょっと許してください。好きになりますように、トゥルルルルン、はい、かけました。ということで、え、なんかちょっと不仲ですね私、ステッキちゃんとちょっと習得してきます、すいません。ということで、呼び捨て、呼び捨て、分かりました。じゃあパパ今日からよろしくお願いします。なんかタイミングがすごい悪いですね。練習してきます。あー、千春さんおはようございます。来てくださりありがとうございます。でもねもう30分なのでね、今日はもうここでね終わりにしようと思ってます。やら千春さん鍵締めありがとうございます。ちょっと全然コメント読めなくてすいません。挨拶もちょっと返してなかった。のぶさんおはようございます。初見逮捕です、逮捕。ななとさんおはようございます。ちょっと全然読めてなかった、ちょっと目視しますね、目視目視いけるかな、ちょっとまだギリギリ不発。どこまで見たかしら、どこだ。明日から15分配信でも大丈夫だ、ありがとうございます。30分までもねやりたいなと思ってます。ちょっと全部目視中です、目視中、目で見てます。3週ゆうくんさんありがとうございます。ステッキも寝てる、そうステッキ私の代わりに寝てくれてるみたいですね。そう HP シェアしてるので、そう私今 HP50 とかなのでこっちが寝て、そう私のね HP が復活するという感じですね。はい、ということでちょっと目視しました、全部コメント心の中でお返事しました、ありがとうございます。届きましたでしょうか私の、お返事は。そうでツイッターのねリプとかねちょっと全部返してないんですけど、お時間のある時にそう全部ね返させていただきますので、いっぱいコメントリプお願いします。ということでちょっと全然読めてなくてごめんなさい、これからねレッスン頑張ってきます。ということで見てくださった718人の皆様も本当にありがとうございました。では5秒数えて終わりにさせていただきます。5 4 3 2 1ありがとうございました。